過去にここ三国で実績のある選手が多数参戦しました今シリーズは5日間シリーズの三国有志者バトル、いよいよ6強による戦いは優勝戦を残すのみとなりました。5月23日から始まりました三国有志バトル、いよいよ優勝戦です。対戦メンバーは1号艇東京支部の高橋秀幸、2号艇愛知支部の磯部誠、3号艇地元福井支部表健一、4号艇福岡支部町野祐樹、5号艇兵庫支部馬体義則、6号艇大阪支部の北村誠二、以上のメンバーで行われます。三国選抜は5コースから見事なまくり出し、そして快進撃が続きまして予選道中5連勝をマークした高橋秀幸、2年4ヶ月ぶりの優勝を目指して戦いますが、ここはインに構えます。チルトはゼロにして戦います。1号艇高橋、ここに勝てば優勝5回目今年になります。来年のボートレースクラシック出場権もぐっと近づくのが2号艇の磯部、地元近況の気配では上々な足を見せました3号艇地元表が3コース角を取りました4号艇の町鳥勇気です。実力者馬体と北村、外枠でも脅威の存在ですが5コース6コースです。三国有志者バトルの優勝戦進入はインコースから1番2番3番4番5番6番です。優勝戦スタートしました。4コースから4号艇町鳥、インコースから1号艇好スタートは高橋になりますが1周1マーク、まずは張って逃げを打つ1号艇の高橋、ためてさすは2号艇の磯部、外握っていったら3号艇の表ということになりましたが押し切っていきました。1号艇高橋秀樹先頭、3停止リード、しかし直線で定冠詰める2号艇磯部、3番ずらし割って切り込んだ5号艇馬体、外は6号艇北村、後方ですが3号艇まで4号艇町鳥、12レース優勝戦はスタート正常です。磯部の差しを封じ込みました。一瞬にマークの旋回ですが飛び込んできますが届きません。1号艇高橋堂々押し切って先頭、そしてリード早くも7停止8停止差、惜しくも届かず2番手は2号艇磯部、3番手はクリアしての5号艇馬体が優勢。今日の体型現在は1、2号の体勢ですが4番手から僅差6号艇北村を追い上げる、今度は打ち続く4号艇の町鳥、21マークの旋回です。コーナー殺到する5号艇馬体が壊しにかかって握っていったら6号艇北村、北村まだ諦めてみせん、3番手の4番手の定冠ですが少々広がったが5停止差、今日の体型現在は1、2、5の体制となりました。4番手の接戦か4号手までに6号手北村、最高は3号手までレーサー西野リマークの旋回です。高橋秀幸が堂々1番人気に応え、西野リマークの旋回からホーム直線コース溜めて差しを決めてきたんですが届きませんでした。単独2番手は2号手磯部、3番手も混戦抜け出して5号手馬体、上路台形は 1、2、5 の体制となりまして、レーサー最終周回これから1マークに向かっていきます。初日から5連勝をマークしシリーズリーダーになりました。そして準優勝戦しっかりトップスタート逃げを決め、そして優勝戦も堂々の逃げた体勢作りまして先頭キープ、人気に応えます。1号艇高橋秀幸、そして2番手ですが惜しくも2号艇背負い、3番手は5号艇馬体、3連単の1、2、5は人気サイドオッズは 9.8 倍です。最終ターンマークにこれから向かいます。2年4ヶ月ぶりの優勝、2年前の1月平和島以来の優勝となりそう。通算は9回目の優勝、2番手は2号艇の磯部、3番手は5号艇馬体がキープ、まもなくゴール、先頭1番の高橋優勝おめでとうゴリ、2番手は2番磯部がゴリ、3番手は5番の馬体がゴリ、4番町鳥、3番表ラスト6番の北村ゴリ。